うまゆる第22話であの大食い馬娘たちが大暴れに対するみんなの反応。かわいい。もう嫌な予感しかしない。ムンムンしてきたな。オチが見える。ムン。こねまーす。まだ食えない。うん？なんだその口元は。なんか食べたろ。やめろー。スペちゃん。あ。食いすぎやろ。スペさー。主人公さー。あのさ、アホくさ、ミニチュアかな？比較クラッシャー。これが馬娘氏ですか？よく考えたらマチタンもホーム画面でボケ腹枠やったな。そら我慢できんわ。マチタンは可愛いなぁ。食べられるのを想定して、さらに別に用意してないスタッフが悪い。まあ今回は3人とも食べてたしセーフ。いっぱい食べる君たちが大好き。やはり小栗がひたすら食う作品は需要があるってはっきりわかんだよね。最後のハンバーグはフレンチのコースかな？この出演者を選んだやつは誰だ？生ラアルデンテ。少しでもずれたら普通のアルデンテ。またやってしまいましたー。また？約束された展開。せめてソースかけてから食べよ。スパスタむさぼるのはやばすぎなんよ。ちょっとだけ塩味ついてるから、腹が減ってる時は食える。どうしてあの二人を料理番組のメインに持ってきたんですか？美味しそうに食べるからです。えっへん。料理を完成させることを目的とした番組ではなく、二人プラス一がどれくらい我慢できるかを見守って楽しむ番組の可能性。メンツの時点で放送事故不可避。単勝 1.1 倍の一番人気が、先行抜け出しから順当勝ちしたような安心感。これも馬娘が食べるのを見るのメインの番組でしょ。どうしてこの人選で料理番組をしようと思ったんだ。ディレクターはどうした？ディレクターは。でも、ちょっと落ち着いて考えてくださいよ。この展開で不満ある視聴者いますか？いない。確信。むしろこれが視聴者の求めたものだろ。新しいマチタン56に登録します。まずはお肉をこねます。マック。では次回は私が、ライス、を、お手伝いします。はぁ、タンホイが可愛すぎて辛い。マチタンも食い始めた時にあーもうめちゃくちゃだよってなった。でも、ちゃんと、事前に用意したものがこちらです。やってたから。普通の馬娘ならそれでよかったんだけどね。相手は普通の馬娘じゃないんだった。こんな料理番組あったら馬娘世界では人気出そう。予想通りというか期待を裏切らないな。この料理番組、完成品が放送されることなさそう。本編の食い地を感じさせない、青春の1ページなエンディングの温度差好き。多分塩味くらいしかついてないスパスタをむさぼり食うスペやばいな。いや、本当にうまいパスタは小麦の味だけでいけるのかもしれんが。意外と塩茹でパスタって美味しいよね。実際本場イタリアでも、白パスタ、パスタビアンカという料理があるらしい。塩茹でパスタにオリーブオイルをかけるだけだそうな。白ご飯的なやつなんだろうか。左二人は後で楽屋で豊かに説教されてそう。マチタンにもタッケ乗ってんだよなぁ、これが、新馬戦の後割とすぐ岡部くん、に乗り換わったけど。豊さんは業界でも運行で有名だが、仕事モードの時に怒らせるとかなり怖い。いつかの大花賞前参照。もしかしてマチタンって頭脳派なのでは？この前なんかの番組で最新のハンバーグの作り方言ってたが、あんまり混ぜんな。キャッチボールして空気抜かなくていい。だったな。キャッチボールしても空気抜けないって言ってた番組だな。なんて癒やしい娘たち。暴食。小栗がアニメで喋るの久々感。つまりは馬娘氏へ繋がる食べてる姿は可愛かったですの。誰か玉を呼んでこい。肉1キロに対して卵2、
パン粉 100g ってつなぎ少なくて崩壊しそう。自分で作る感覚からすると、もうちょっとつなぎ多いような。見てる側も毎回このオチ期待してそう。小栗が料理できることが意外だった。総大将。総大将。総大将、未遂。ハンバーグを作るけど、完成品を残す意味でのパスタを用意していたのに、茹でた時点で消費されてしまうスタッフの読みの甘さ。米も炊いておくべきだったな。米があるとハンバーグへの箸が進むんだよな。ハンバーグを食べると米が進むんだよな。永久期間だな。小栗とスペちゃん、料理番組はできんやな。タンホイザの声聞くと脳が溶ける。こういうのでいいんだよ。逆に料理番組として最後まで成立できるような、料理がうまくてつまみ食いをしない馬娘コンビまたはトリオって誰だろう？スペの食い意地が弱すぎる。予想通りの人選ミス。待ちかねの変な声が可愛い。あの喋り方の癖が可愛い。馬娘しか知らないけど、他の作品でも中の人の喋り方あんな感じ？平和だった頃。は？結んであげてるの可愛すぎだろ。オグスペ今日入信するわ。麻婆が食べたいなじゃねえよ。ダメな馬娘し。思ったより我慢してた。材料のまま食わなかったし。人参ハンバーグなのに、人参どこ行った？小栗の胃の中。おかわりいただけるだろうか。主人公って、すごい。小栗が完成品をもう食べてる予想した人がいたな。ただ AA ムンがやりたいかい。最高ですね。人選ミス。かわいい。ハンバーグ焼いてお皿に乗せるまで耐えたスペは偉いよ。ひたすらかわいい回だった。スペと小栗のお母さんは大変だったろうな。いやでも作った飯を食うのはよくあるやつじゃないっすか？全部食うやつがあるか。しまってある完成品を食うんじゃない。スタッフが美味しくいただきましたの注意書き必要ないのがいいよね。ツッコミ不在が入ん。たま、早く来てくれ。小栗とスペはまあ食べちゃうんだろうなと思ってたけど、マチタンもかよ。美味しそうにできたからね仕方ないね。マチタンが可愛すぎる辛い。このままだとマチタンまで食いしん坊キャラになってしまう。まあマチタンは完成してるものが中にあるって知っての番号だったから。1キロで足りるのか？と思った自分は馬娘に毒されているかもしれない。予測可能回避不可能。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。